はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は100均のグッズでですね、セリアさんからマルチケース LL というのが出ておりまして、発売されておりまして、このような形でですね、サイズ感はこんな感じですかね。発売されましたので、これとですね、同じくセリアさんの使ってですね、この針をフックをね、フックケース兼このスナップリングケースとして自作してみたいと思います。で、使うものはですね、こんなような感じの、あの発泡スチロールになってますかね、こういうような感じでですね、工作用のところにあるんですけども、こういったものをですね、これも100円で売ってます。ことを利用してですね、フックケース兼スプリットリングケースを作ってみたいと思います。それではですね、こちらのですね、サイズを、ちょっと中身のサイズを測ってですね、見ますね。8.5mm ありますので、 8.5mm ありますね、 8cm5mm ありますので、 8mm ぐらいの幅で、長さをですね、長さが 16.5cm、 17cm ぐらいですかね。ですけど、ちょっとね、あの斜めになってますので、実際の底自体はですね、16センチぐらいですかね。なので、まあ15センチぐらいを、15センチと、8センチぐらいの、15×8センチぐらいのものをですね、こちらのボードを使ってですね、ちょっと切り取っていきたいと思います。はい、それではですね、こちら厚さがですね、厚みが 5mm 書いてありました。で、色はですね、目立つ方がいいかなと思ったので、針をここにね、刺して管理するので、どちらがいいですかね、白っぽい方が分かりやすいのか、赤い方が分かりやすい。黄色でいきますかね。黄色をですね、15×7 の寸法で、15センチのところで一回ちょっと印をつけさせていただいて、で、何センチが良かったですかね。8センチですね。8センチということは、そうですね、8センチ。大体でいいんでしょうけども、8センチぐらいですね。ここが0だから8センチぐらいですね。このぐらいですかね、この辺ぐらい、ね、で、あとここも15センチになるかな。あ、ちょうどなりますね。じゃあちょっと印をつけて、これをですね、ちょっと切り取っていきたいと思います。はい、
切り込みはですね、カッターナイフを使用します。先ほどの危ないのですね、気をつけてくださいね。ハサミの方が安全だとは思いますけども、ちょっとちゃんとした正方形に切れない可能性がありますので、まあ、カッターでやらせていただきます。こんな感じですね、スーッと。意外に簡単に切れてしまいましたね。その辺がちょっとギザギザになっちゃった。よいしょ。これで一応まあこんな形ですね。ありました。そしてここにはめ込むわけですけども、こんな感じでですね。今回は両面テープを使います。これもう100円で売ってるダイソーさんでしたけども、売ってる両面テープになります。これをですね、裏側に貼ります。ちょうど2つ2列でいけそうですね。これはですね、この辺ぐらいでいいかな。もう一つ。よいしょ。この辺で、ピタッと。今回両面テープ使いましたけども、何でもいいと思います。接着剤とかでもプラスチックにつけますんでね、普通のテープは接着面を表にして輪っかを作ってですね、はめ込んでもいいかと思います。これをですね、このようにしてコッと貼り付けます。およいしょ、こんな感じ密着させますね。後ろ透明ですけども、このようにですね接着します。それとですね、今回はこのような小物を入れるケースをですね、これ私スプリットリングを入れてます。で、2号、4号、3号ですかね、ちょっとサイズ別に分けていて、であとちょっと余ってしまったので、スナップをですね、ルアーのスナップをちょっと入れちゃってるんですけども、種類がね、もうちょっとリングの種類がありますので、それ用にちょっと開けておいてあります。で、最初はですね、こういうふうにここにまた貼り付けてですね、ここの空いた部分にフックを刺していくっていうようなことを考えてたんですけど、そうじゃなしにここにくっつけてしまえば、よりですね、ここの面積をよく使えます。上段の方はですね、深さが取れますので、大きめのフックをつけて、で、こちらの方で、下段の方ではですね、こちらのケースが干渉しますので、こういうふうに干渉しますので、浅め、もう小さめのですね、フックを入れるようにすれば、この面全体にこうフックをこう刺しておけるっていうメリットがあるかなと思って、あえてですね、内蓋の方にですね、内蓋って
後ろの方ですね、あの蓋の後ろ側の方に接着することを考えました。それでですね、あまりこう隅の方にやってしまうと、このですね、あの私が愛用しているラパラさんのですね、スプリットリング外し、まあ、交換したり挟んだりして針を外したりすることができるんですけども、こういったものがですね、ここに収納させようと思っているので、まあちょっとですね、ちょっと隅じゃなしにちょっとこう上の方にですね、真ん中の方に寄せて、この辺りの位置でまたですね、両面テープを使ってですね、くっつけていきたいと思います。両面テープですね、これはですね、これを2箇所かな、このぐらいですね。ピタッと、プラスチックですのでね、よくくっつきますね。もっと強力なあの両面テープもありますので、3M さんとかで出してるのはすごい強力なのがあります。そういうのでも全然いいと思いますけど、費用がね、かさみますので、まあ、せっかくなら100均で売ってるなら、100均のものを使おうということで、で、ちょっと強く押してあげてですね、こういう感じで。ね、出しやすいようにですね、この辺ぐらいですかね、この辺ぐらいでいくピタッとくっつけてしまいましょう。ピタッと、つけましたね。こういう感じですね、こうなりますね。ちょっと透けて見えますかね、こういう感じで。結構ですね、このマルチケースの、このセリアさんのマルチケース、ここがですね、かなり固めになってますので、相当これがゆるゆるだとやっぱりちょっと心配、パッと開いちゃうと心配なんですけども、硬いので結構実用性は高いかなと思います。はい、これで一応完成ですね。あとはあの針をですね、刺していって、まあ使っていきたいと思います。はい、それではですね、フックのですね、まあ大きい順ですかね、大きい順に刺していこうと思います。こっちかな、大きいフックはまあ上段の方にですね、こう刺しておいてですね、本当に簡単になんか刺せれますね。で、あとは小さめになってきます。結構ですね、あのこういうフックを刺して管理されてる方はあの専用のを使われてるかもしれないですけども、こんな感じでですね、あの自作してしまえば結構リーズナブル。これはあのプラッキングですね、あのシングルフックの1号と2号ですね、2番、1番と2番を対応していますので、こちらの方もつけていきます。シングルフックはですね、トレブルフックに比べると、あのかかった時のバラしがですね、やっぱり全然あの違います。あのバラすってことがですね、まあよっぽど運が悪くない限り、あのバラしは少ない、劇的に少なくなると思います。
のでですね、あのシングルフックに交換してですね、あの使ったりします。あとそれと根掛かりの多い場所ですね、私のメインの、 あの釣りですと浜名湖が多いもんですが、ですからあの浜名湖はですね、カキ殻とかのゴロタ石が多いフィールドですので、結構根掛かりが頻発してしまって、結構な量のルアーをですね、あのお布施しております。あの環境にもよくありませんし、お魚さんにもよくありませんので、まああのシングルフックに変えてですね、あの、まあ、根掛かりがかなり減りますので、あのシングルフックに交換されるっていうのも一度あの試されてみてはと思います。今ですね、比重の方もですね、あの同じサイズであれば同じあのトレブルフックと同じようなあの比重のものが売られてます。私がよく愛用しているのがこのデコイさんですね、あの、まあ、あの皆さんあのご存知のこういうあのカツイチさんですね、カツイチデコイさんのあのこういうキャスティングパイクシングルっていうんですけど、こういうプラグやジグミのトレブルフック、本来のように本来はトレブルフックがついてるんですけども、それをですね、あのシングルフックに変えるという、そういうことをやってます。これは根掛かり防止のためと、フッキングした時のバラシを軽減させる目的で、あの交換しています。でこれがですね、比重があのトレブルフックと変わらないぐらいのものになってるみたいなので、あの泳ぎ方ですね、ルアーの泳ぎも妨げることなく、ちゃんとあの重量も考えられて作られていますので、これもかなりおすすめです。で最後にですね、あのこのラパラさんのこのスプリットリング外し、交換、針交換ができるタイプですね。こちらの方ですね、このようにちょっと収めて、で、締めます。これで、完成しました。このような感じです。使うときは、このような感じで、スプリットリングはここでですね。で、あとは針がこうな、ここに刺してあって、で、あとはこう、工具もここに入るということで、こんな感じでですね、マルチケースを利用して、針交換ができるようですね。針の交換用の、こういうツールをですね、ツールケースを作ってみました。よかったらですね、あのこんな感じで考案されて、あのマルチケースでこうフックをですね、交換できるようなこういうアイテムをですね、まあ、自作されるのもちょっと面白いかなと思います。それではですね、今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしければよろしくお願いします。それでは失礼します。